はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、参議院選挙立候補予定の靴沢亮治でございます。マチコ様、アンサット様、高橋様、ミルキーデンタル様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく紹介して、頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ミルキーデンタル様は歯医者さんかなんかなんでしょうか。実はご支援くださるですね、日本改革党ご支援くださる、方で医師や歯科医師がさんがですね非常に多くてですね、あれだなー、賢い人が見てくれてんのやなぁと、感心しております。選挙期間中は選管からもらう証紙を貼ったチラシ以外の頒布が禁止されておりまして、ポスティングボランティア様の募集を締め切らせていただきます。ちょっと外で工事やっててやがましかったりするんですけれども、あしからずご了承ください。多くの方にお手伝いいただき12万枚弱を頒布できました。誠に誠にありがとうございました。パチ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 。まあ今日言われてですね、今からその方に送ってもですね、21日までしか負けないんで、ちょっときついということで、そろそろですね、締め切らしていただきます。誠に誠にありがとうございました。何回も何回もあと1000枚あと1000枚って、言ってくださった、方も頑張ってくれた方もたくさんいらして感謝の極みであります。震災避難民が国と東電を提訴していた裁判でですね、昨日ですね最高裁判決が出まして、国の責任は認めないだそうであります。仮に国が規制権限を行使して東電に必要な措置を講じさせたといっても、事故は避けられなかった可能性が高いと、いうのが最高裁の判断なんですけどもね。東電の責任は認めまして、14億円余りを賠償することは確定済みだそうであります。避難民全員が訴えてる、訴えたもん勝ちだなこれはな、ちょっと思いました。ネットの反応です。菅直人完全勝利、国というか民主党では、民主党菅直人枝野幸男よかったな、当然だろ、あんなの予測できるわけがない。民主党を完全にぶっ壊した事故だったことは間違いないと。試験ですけれども、避難で移住を余儀なくされたことの賠償を求める訴訟だったみたいなんですけれどもね、先祖伝来の土地から無理やり移されたみたいな、賠償しろみたいな、理屈だったみたいなんですけども、避難民は東電から住居とですね月10万円一人当たりの生活費を今でももらってるって聞いてますけど、4人家族はですね毎月40万円税金抜きでもらえるんで、これね額面で60万円ぐらいないと毎月40万円、手取りですね、一人者で扶養家族が誰もいないと60万円の額面で手取りが38万円になります。健康保険税が9万6千円とかです。重いですよね。もらえるんで、で、まあ、手取りで40万したらそういうことなんだよ。60万ぐらい額面ないと不可能でいうことなんですけど、もらえるので、仕事しないでパチンコばっかやってるって聞いてますけどね、避難民の方々。なんか生活保護もらう代わりにですね、居留区に押し込められてるアメリカインディアンを想像してしまうなぁ。檻の中っていうかね、インディアン居住区とか決まってて、その中にいろよ、そこにいるよ、引っ越すなよみたいな、その代わり生活保護やるみたいなことに今でもなってるみたいですからね。虚偽の繁栄、家畜の安寧って曲がありましたな。グレンのなんとか、ああ忘れちゃった。ダメだな、もう脳みそポンコツで。似たような原発事故の判決が過去にもありました。その内容がですね、まあ、責任なしっていうことなんですけど、宇宙人に攻撃されたら、隕石が落ちてきたら、地球が割れたら、などなど、すべての事態を想定して対策したら、なんもできんでしょ。全部の事業や営業が止まっちまうしょ。
っていう内容のものでした。考えつく限りのすべての事柄に対策しつつ、なんかやるっつうの無理だよねっていう最高裁の判決ね。なかなかリアリストの裁判官だな、思いました。そういえばそうだよね。宇宙人が攻めてきたらどうするんですかなんて、共産党議員に言われても、区役所の方では、って言うしかねえよね。民主党政権の責任を問いたくない、左巻きの、裁判官だったかもしんないな、これな。最高裁の裁判官が、民主党をかばいたくって、民主党政権に責任はない。私が責任を取らせたいのは、鳩山由紀夫、菅直人、海江田万里の3名。ですね。まあ、筆頭ですけど、責任取らしたい筆頭、他にもいるけど、鳩山由紀夫、思いつきで二酸化炭素 25% 削減を国連で宣言しちゃって、じゃあしょうがないっつうことで、40年間使用しててですね、もう古いからっつって、廃炉が確定してたアメリカゼネラルエレクトリック製の福市の延命を決定し、使い続けてしまいました。震災発生、菅直人、俺が行くまで注水すんだって、言った結果、メルトダウンと。海江田万里は当時の経産大臣であります。原発の、最高管理責任者は経産大臣って法律で決まっています。つまり、こいつのせい。最高責任者は海江田万里だった。でも、何の責任も取らずに、テレビも新聞もどっこも海江田のことは叩かずに終わってしまった。国のせいではないが、どう考えてもこの3人のせいですね。国のせいイコールこんなの選んだ国民のせいってことになりますけれども、当時テレビに騙されて民主党に投票しちゃった方は猛省をお願いします。二度とテレビを信用しなければ、まあそれでいいです。二度と騙されないようにしてくださいね。海江田万里ちゃっかりしてるよね。この3人の中で議員やってんのは菅直人。海江田万里も議員やってましたっけ。その菅直人、維新の支持者は低所得者が多いとか言っちゃってですね、読売新聞、じゃあそれ検証してみっか、調べてみっかと反論の記事を書いておりました。世帯収入別の維新と立憲の支持率、200万円以下、維新 11%、立憲 8%、400万円まで、これ200万円から400万円までってことですね。維新 10%、立憲 8%、600万円まで、維新 10%、立憲 5%、あれ減ったんじゃない？所得が上がったら立憲の支持率減ってない？800万円まで、維新 8%、立憲 6%、1000万円まで、維新 12%、立憲 4% と減ってますね。1000万円以上は維新が 15% の支持率、立憲が 4% ということで、所得が上がるほど立憲の支持率が落ちる結果になりました。ネットの反応です。俺は維新支持だけど低所得じゃない。選挙前にこういうのに騙されるんだよ。とりあえず公明を減らしたい。立憲なんか相手にしなくていい。選挙で勝てないから低所得とか低学歴とか言い出す。低所得低学歴は古典的なレッテル貼り。票数で言えばどこの党も低所得者層が多いぞ。まあそうですね。どう考えたって1000万円以上の所得ある人は何パーセントか、数パーセント、ぐらいでしょうし、大部分がまあ、400万円以下、200万円以下、200万円以下が大部分ってことはねえな。まあ、一番多いのは200万円から400万円ぐらいの方が一番多いんじゃないでしょうか。維新を叩いても維新支持者が立憲に行くわけがない。行くわけないですね。じゃあ予想、立憲以外でどっかないかな、なるよね。試験ですけど、元総理なのに比例復活したという歩く生き恥、生き地獄が菅直人ですね。原発事故の時、電話口で激高し、専門家の教授をハングルで怒鳴り散らしたっていう噂があります。お前も戸籍謄本交換しろ。ネトウヨは低学歴ニートであるとか、ネトウヨは
貧乏のひもてとか、あの左翼が書き込んでおりまして、ところが調べたらそうではなかったことが判明して言わなくなった。菅直人は未だにやってたんだな。調査されてそうじゃねえよ、所得上がるほど立憲からは離れていくんだよっていうことが分かっちゃいましたけどね。こいつ超個体の癌細胞筆頭ですね。超個体、日本は超個体である、多数の個人が、日本人が集まってまるで一つの個体のような振る舞いをする。今回調査で所得が高いほど立憲を支持しないことが分かって大笑い、笑ってしまいました。さすがですね、全力で踏ん張ります。うん、この党だ、最低でも天外だけあるなぁと。まあ頭悪くないと左翼やってらんないですよね。左翼の親玉、民主党の一応代表だったことだから、菅直人、民主党の中でもとびきり恥知らずのとびきり頭悪いやつというのが出世して代表になったんだろうな。所得1000万円以上で立憲支持 4% って一体何者なんだろうな。まあ所得が高いイコール知能が高いでは、知性が高いではないですからね。労組の専従の労働貴族とかかな、そうかもしんないですね。日教組の金で毎晩キャバクラで豪遊してた日教組の会長とか、とてもとても頭いいとは思いませんもんね。日刊現代、朝日新聞販売所が留学生を週40時間以上働かせ、残業代を支払わない奴隷労働をさせていた。留学生は朝日小学会に相談したが対処はなかった。販売所、留学生は週28時間以上働いちゃいけないから残業代は払えないとか言ってたらしいですよ。なんだその理屈って話なんですけどね。ネットの話です。朝日小学会に相談してもダメだろう。新聞小学生とか授業中寝てて辞めていく異常制度、まあ朝早くて、夜もなんやかんや仕事だから眠くて眠くて授業中寝ちゃうんでしょうねこれね。朝日は労働者の味方です、外国人の味方ですみたいな顔してて、なんなのこれ。試験ですけど、世界で一番騙した人数が多いのはっていうギネス記録があったらですね、多分朝日が栄冠に輝くだろうな。慰安婦の嘘っぱちの記事を7400本以上書いて、ほぼ世界中を騙しましたんでね。集金に含む有害さでは NHK だと思いますけれども、まあ凶悪な悪いね、犯罪件数が多いのは NHK だと思いますけれども、騙した人数だけっていうんだったら朝日が圧勝じゃないかと思っております。朝日新聞の所業、環境ガーと言いつつ木を伐採して紙作って新聞をやめない、学歴格差ガーと言いつつ自社では大卒しか取らない、基地問題で基地建設でジュゴンなど自然環境ガーと言いつつサンゴを損壊、節電ガーと言いつつテレビを消せとは絶対言わない、外国人の人権ガーと言いつつ奴隷労働をさせた、留学生は28時間以上働けないから金も払わない、どういう理屈なんだかさっぱりですね。数十年後ね、奴隷労働させられたって提訴される恐れは十分ですけれども、数十年もこんな商売ねえわな、新聞販売店なんかも朝日小学会も残ってねえわなってうすうす自覚してんでしょうかね。あとは野となれ山となれやけくそなのか、なもんで留学生をこぎ使っても別に平気なのか、これやられた留学生は日本と日本人が大嫌いになるでしょうね。朝日のせいでね。まあ日本人も朝日のことを大嫌いですけれどもね、こいつらのせいで日本人の評判が悪くなるのが許せませんね。日本人でもねえくせにさ、朝日なんてさ。で、朝日小学会ぐるみの犯行ってことですから、まあまあ朝日新聞もこれ容認してんだわな、奴隷労働、外国人の奴隷労働を。で、募集校ですか、徴用校のことなんかは
偉そうに賠償しなければならないんて書いてるっつですね。まあまあ、良心なんかかけらもないですからね。邪悪そのもの。邪悪が服着て歩って嘘ついてんのが朝日新聞であります。私はそう思っております。というわけで引き続きご支援、メール党員様、大募集であります。参院選終わりましたら、支部長さんも大々的に募集いたしますんで、ちょっと皆様、やってみっかなとか、お考えになっててください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。